病の皆さん、今日も一日のお仕事ご苦労様でございます。また中学やその他いろいろな商店街でお買い物など、本当に今日も一日ご苦労様でございます。私たち八方音声の廃止を目指す中野アピール、今日は、ややちょうど約2年経ちまして、第46回目のこの中野駅北口からのお訴えになります。私、最初に入江戸区へいますが、中野区南台に住んでおります江原秀康と言いますけれども、皆さん方にお訴えをさせていただきたいと思います。今日皆さん、私たちが仲間が今お配りしておりますチラシは、今日シャンテンセットになっておりますけれども、今日の黄色いチラシは一番表に出ていると思います。ぜひお受け取りいただいて、ご覧いただきたい、ご覧いただきたいと思います。非常に今国会の状況が急を告げてまいっておりまして、明日の衆議院の委員会の中で、共謀罪が強行を可決されようというような情報も流れてきております。明日の委員会での強行採決をした上で、18日の本会議でこれを仕切っていこうというのは、自民党、公明党、そして維新の党の考えのようですけれども、皆さんぜひ、共謀罪は何としてもこれを止めなければならないということで、今日も、それぞれの一党のゼロ大訴えや、また、中央レベルでの大きな行動といたしまして、日比谷で今日大集会が、予定されております。今頃日比谷の方でも行われているはずでございますけれども、私たちこの中野で活動を続けてきております、八方音声、いわゆる戦争法の廃止を目指す中野アピール、ここに集まっている、仲間たちは、地元でより多くの皆さん方に今のこの危機的な状況というものを、ぜひ、知っていただきたいということから、今日は地元優先ということで中野で行動させて、いただいております。どうぞ皆さん、お受け取りいただきまして、ご覧いただきたいと思います。この共謀罪、新聞、その他、連日のように共謀罪の強行可決については反対の声が上がっております。今日の有観等におきましても、共謀罪について各党から、公聴会の代表が、お話しされておりますけれども、維新の党から選ばれている先生もこの共謀罪については、反対だと、こういうことを言っております。賛成するのは自民党と公明党の、選んだ総裁学者たちが、賛成しておりますけれども、その他維新の党を含めて、共産党、民進党、それぞれが選んだ公聴人たちは、これは絶対に反対しなければいけないということを訴えております。皆さん、今日のチラシをご覧いただきたいと思います。共謀罪は何と言いましても、平成の治安維持法と言われております。これは絶対に遵守しなければいけないということから、今日のこのチラシのありますように、4月27日にはこの共謀罪の強行採決可決しようとしている動きに対して、これは絶対反対ということを、ジャーナリストやメディアの関係者が声を上げております。今日お配りしておりますこのチラシの中にもそうしたことも書いてありますけれども、1行ずつ書いてあります。例えば田原総一郎さん、治安維持法、戦前の治安維持法に、そっくりだ。こんなものを通しては絶対にいけない、どんどん広がってしまう。
拡大されるということから、体を張って、私はこれを都市に向けて、戦う、こういう、意思表示をしております。さらには大谷昭弘さん、盗聴や盗撮、いわゆる盗み撮り、そういうことはされて、スパイ行為、こういうことが行われるとしているので、絶対にこれは許せない。その他、須田大輔さん、吉岡忍さん、また、自称、私は右翼と言っておりますけれども、小林よしのりさん、漫画家の小林よしのりさんも、このような共謀罪は絶対反対だ、こういうことを言っております。5人ほどのそれぞれの主張を皆さん方に1行ずつ紹介しておりますけれども、ぜひ、このチラシをお受け取りいただきまして、これほど多くのいわゆる識者、有識者と言われる方々が、反対している、それだけの理由があるわけです。その理由はこの共謀罪の違憲性にあるわけです。憲法違反、このことは明らかに、分かってくるわけですが、そのことにつきましても4つの憲法の条文に照らし合わせて皆さん方に紹介をさせていただいております。第一に憲法19条が保障する思想及び良心の自由、こういうことに、国家権力が踏み込んでくる、こういうことを絶対に認めてはならないというようなことでございます。第二には憲法21条、これは集会や結社、その他一切の表現の自由というものが憲法で保障されておりますが、そういうことにつきましても国家権力が警察でいろいろな手を使って介入してくるということは想定されております。この点につきましても憲法13条やあるいは41条31条、こういうことで皆さん方に紹介をしております。これほど多くの学者やその他を大勢の皆さん方が、各界各層の皆さん方が反対しておりますけれども、ぜひこの共謀罪だけは絶対に止めなければならない。ましてはもし委員会で強行可決されても、その後本会議もありますし、また参議院の方にもございますから、そういう点でもうあらゆる手段を講じてこれをストップかけなければならない。私たちはそのように皆さん方にお訴えを申し上げます。皆さん、ぜひご覧いただきたいと思います。今日私は、自前でこんな、プラカードも作ってまいりましたけれども、これは共謀罪の、共謀罪法案、今度の共謀罪実況を断固阻止しなければということでお伝えしておりますけれども、このうちの1枚の中にありますけれども、これは現在の治安維持法と言われておりますが、今公明党も含めてこの治安維持法と言われる共謀罪に賛成しようとしておりますけれども、皆さん、あの創価学会の初代の、会長は、この治安維持法に宣伝、引っかかるで言いましょうか、治安維持法という名のもとに、捕まりまして、そして、獄中使用したというような、創価学会にとっては初代の委員長が、こういう状況になっておりますから、この治安維持法というのは、いかに危険な法律かということは、ご理解いただけるわけですけれども、残念ながら現在の創価学会や、あるいはその多くの皆さんが支持している公明党、この公明党も自民党と一緒になって、こんな恐ろしい治安維持法という、平成の治安維持法と言われる共謀罪を強行かけずに手を貸そうとしております。手を貸すというよりも一緒にこれを解決しようと、こういうような動きが見えております。皆さん、
皆さん方のお知り合いの創価学会の方や公明党支持している皆さん方に本当にいいのかと、あなたたちは本当に共謀罪に賛成するのかということを今言わなければ、あと10年20年先にこれ私たちの子供や孫、そういう今後の日本にとって大変な世の中になっていくだろうというようなことを皆さん方にお伝えしなければなりません。リレートークですから、少しだけお話をさせていただきましたけれども、どうぞ皆さん、この後を引き継ぎまして、私たちの仲間がこの共謀罪を絶対反対、合わせてまた、安倍さんが勝手に、憲法違反、この内閣や総理大臣などが憲法を変えようなということは憲法99条でそういうことを禁止されておりますけれども、そのことを総理大臣自らが憲法を変えるようなことを提案をしております。全くふざけた話で、今憲法を何もないがしろにしているのは今の安倍首相とその内閣の方々です。こうした憲法も法律も、ない等しいような傍若無人な今の安倍内閣、これ絶対に許しておいてはいけません。このまま強行可決をしようというなら、私たちは皆さん方と一緒に安倍内閣打倒、そういう声を全国地図裏裏から安倍内閣打倒の声を上げるときは近づいております。どうぞ皆さん、チラシを受け取っていただきまして、決意を新たにしていこうではありませんか。それではバトンタッチさせていただきます。ありがとうございました。どこ行きましたっけ。皆さんご存知でしょうか。18日には強行採決されようという話もあります。共謀罪、本当に怖い法律です。普通罪を犯したらそのこと、犯したことが裁かれます。しかし共謀罪の場合にはまだ何もしていない段階から捜査され捕まってしまうんです。こんなことがあるでしょうか。罪を犯したら捕まる、物を盗んだら捕まる、それはそういう仕方ないことです。しかしまだ罪も犯してない段階から動き出すのが共謀罪です。自分の身に覚えもないこと、そんなことで捕まることがあるんです。そのことを考えるとなんと怖い共謀罪という法律なんでしょうか。続きまして民省の峰村さんにお願いいたします。中野駅ご乗の皆さん、ご苦労様でございます。私たちは安保法制の改正を目指す中野アピール実行委員会です。皆さん、安倍首相は国会での多数を重ね、戦争に国民を動員する様々な行動に出ています。その一つが今職司会者の皆さんからも証言がありましたように共謀罪です。これは戦時体制の中で国民を監視するためにどうしてもなければいけない法律、昔の治安維持法のように国民を監視のもとに置く、そのための共謀罪の成立を狙っています。そしてもう一つは5月の3日ほとんどあろうに憲法記念日に安倍首相は憲法9条に自衛隊を認める発言の文書を入れるというふうになっています。で、皆さん、これは自衛隊を認めるという意味ではないんですね。第3項に世界平和と日本の独立のために自衛隊の存在を認めるということなんです。この中心点は世界の平和のためといって今